おはようございます7月14日朝4時44分になりました、えー、今日の相場解説の前にですね昨日を振り返ってみようかと思いますけども昨日はずっと N を書いて、えー、売りにね下がると思ったんですよこういうふうに行くと思ったんですねこういうふうに行って N を書いてもしくは横行って N みたいな感じでねズバッと下に行くのかなとここを抜けていくのかと思ったらそうではなくてここから 右肩上がりのダブルボトムを形成して上がっていったっていうのが本当のことですね。W が右辺が強いと見えなくもないです。ただ W ではちょっとないかもしれませんけどね。W が右辺が強いんで、ここのレックラインを越えたあたりからエントリーしていただくと、これも取れたのかなっていうところですね。現在107円の248。ちょっとミスりましたね。昨日は。この W の右辺っていうのは取れたと思うんですよ。冷静になってれば。 やっぱり円を書いて下の方に行かなかったってところが、事態を見えにくくしていたのかなと思います。いつも平常心っていうの大事だなと思いますよね。追撃もできなかったんで、結局は昨日はロスカットして終わりということなんで、久々のマイナスを喫してしまいました。で、えーと、今日のチャートを見ていきましょう。まずは冷やしです。冷やしはあ全体的にこういうふうに下がっているところに入っていますよっていうのは前申し上げた通りなんですけども、下がる中でも今、 ああ陽線が出てててるる上の方に伸びてるってこ,とですよねこれをちょっと4時間で見ていきましょうえ4時間はこのようになっていましてえどこが惜しいかというとこうドーンと下がった後 N を書いて下に行くと思ってたのが行かずに <laughs> 行かずにですよ逆にもっと上がっちゃったみたいなねで注目すべきはここと符号してるんですよねやっぱりここも下支えになってるでしょここも下支えになってるんですよ ここもなんか似てますよねでやっぱりここなんですよね。ということで横一線こういうふうにね、太い山の川が見えるわけですよ。まあ、ですので私が思うにこれが下がっていくという形ですよね。移動平均線見てるとちょっと上に行くような様子を提示してますけどね。では1時間の方を見てみましょう。W は右辺が強い。どうなったと思います ?W を描いて、ネックラインを超えて、 踏みとどまるところがありましたね、ここ、ここ、こういう感じですよ。ここやっぱり強いですね、ここはね。でやっぱここを踏んで、上の方に上昇して、ついに、こちらと同じ水準になってしまいました、こちらと同じ水準ね。本当天才的回復ですね、香港。でも香港って今、法律が変わって、国家安全法が成功されて、香港以外の国でやったことも処罰の対象になるみたいなね、とんでもないことになってますけどね。 まあ、あのチャートの方をしっかり見ていきましょう、ここからどういう風うになるかというと、完全に、えー、売りのトレンドが終わりましたんで、私はこういうふうに思ってますね、ギザギザして上がっていく番だろうということで、買い戦略に、えー、先方を戻していこうかと思いますでではは本日は以上です。